なんか本村さんにのそのが見たいですね。あ、どうぞ。これ、最近の僕たちで、はい、でこれがちょい前ぐらい。あ、これ2番目に古い。これ一番古い。これ全部音取ったやつですか？音取れてないのもある。最後、楽屋とか取れてないですけど、一応、ある程度は取れてます。でもこれはちょっと、うわ、すげえ。風の言葉ですね。風の言葉もやばいですよね、うん、風の言葉あたりのあの叫び方って、うん、ちょっと本当にあのニュースあたりのあの歌い方というかすごいシャウトですよね、うん、かっこいい。なんか歌いたい曲あれば弾きますか？いいですね、それいい。ちょっとお兄貴の弾き語りいいっす、ね、コーナーあすごいところこれでも心の中バラードのまあ、リメイクの音を流れを止めて、あっちの方が難しくないですか？難しいね。あれちょっと普通じゃないですよね、あれ。これも実はレイニーブルーピアの曲なんですよ。これは大木さんがメロディー作ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうで、あの黄昏は止めてっていう曲があって、それと大木さんの作ったこの曲のタイトルが I'll Never Fall in Love Again っていう曲だったんですよ。そうなんですか。で、徳さんがあの黄昏を止めてとこの I'll Fall in Love Again を合体させて作ったのがこんな。あ、そうだったんですか、はい、すげー。で、心の中バラード。そうです。これ当時の僕も知らなかった時代ですけど、うん、当時の結構もうメイン曲になってますよね、なんかね、うん、ライブの一番最後とかだったり。そうなんですか、はい、うん、どうやって始まったかな。触れた話するから待う恋愛の並木道、歩き君が手を振った二人だけのグラディベーション、夢だけ話したい。ライブやりましょうか。じゃあ、いや、いいと思いますよ。なんか徳永さんがライブで名曲なのに歌わないけどいっぱいじゃないですか、うん、そういうのとか歌ったら3人でライブやりましょう。すごい、何も聞きゃいですか。いや、いいですよ。あのこういう感じでトークライブで弾き語りもできる。そしたら全然弾けないですからね、うん、なんか、うん、やっぱ僕今あの若徳さん、ね、初期ですね。初期の若徳さんが、うんうん、私はあの好きなので、うんうん、昔の曲ばっか歌ってるんですよ。高千穂音入れます。優しすぎるけど時々傷ついてるのさ。輝いて見える
紛らわせない奇跡のような巡り合いだと思うよ。今だいぶ感動される気がします。いや多分動画上にはたまたんる。あ、じゃあさ、クラファンでさ、クラファン来た、ここで聞けるという、うん、なんかあのライブ、ね、ここで、うん、クラファンすぎっすよA さんと武道館権利とかいろいろあるけど、ここで聞ける件もあるんですね。まあ、あのここっていうか、あのあどっか、ね、本村さんの家ではなく、あなくてライブハウスで、ここであのステージで僕と本村さんが弾いて、うん、ここで聴けるというライブ。いや、すごい、それいいっすね。はい、じゃあ、続いての方って言ってリクエストです。リクエスト、リクエスト。でも、それすごいかも。出張弾き語りサービスとかね、僕と M さんで2人で行って運転して兄貴、運転してただけ歌わせてください、俺も歌わせてくださいいたい運転手だけじゃなそうなんでもだからその人のうちに行って、うん、関東圏内だったら車で行けるじゃないですか。すごい面白かったね。その向こうがちょっと一人で僕ら3人で行って、それ心配チャンネルで流したらいいんじゃないですか。ね、ワンマンライブっていうか。でもすげえ費用高いと思うんだよね。確かにエイメンさん来たら高くなりますね。3人で行くじゃないですか。あのまあ交通費と、うん、それから、まあ、3人のギャランティーですか、まあ、そういうのを払えるよっていう方がいたら、うん、あの呼んでもいいし、うん、そんなじゃなくて、あのライブ会場で行ったら、まあ、30人いたら30人、でも30人全員がやったら30曲って、うん、3、4時間かかりますから、ね、だいぶですね。だいぶかかりますよね、はい、だから、まあ、まあ面白いですね。でも面白いかも。でも本当に、うん、ファンの人ってああいうの見てても実は聴きたい曲いっぱいあるじゃないですか、うん、やっぱりそれをガッとまとめたら、うん、僕だったら見に行きたいですもん、そういうライブで、うん、なんかリクエストに応えるだから、あのなんかこの3人のこの配信が定番になって、僕なんか3兄弟っていうのがちょっとこう面白くこうなってきたら、うん、そういうライブもあるじゃないですか。面白い、いいと思います。ああでも視聴者の方で例えば5曲、うん、ラインナップにない曲でも やってほしい曲って言ってくれればコピーするから、うんうんうん、でそれでちょっと先にちょこっとだけ合わせといてやるとか、うんうん、面白いですね、うん、いいですね、すごく面白いなんかさっきのイントロクイズにあった曲がいっぱいあるからいやもう悔しさしかないですねなんか本当にだって出てこなかったしでもなんか、ビアぐらいまでやってくると結構強くなると思うんです、僕、うんうん、その手前ちょっとビア手前がね、そう、ちょっと難しいんです、イントロだけではラジオとかあるから集中的にグッとバーンと出したから、ね、ちょっとしんどいですね例えばなんか、バーズのね、トゥルルッ、トゥルルッと来たらもう分かると思うんですけど、うん、ちょっとじゃあ、これやってみましょう、話のタイプ、ね、なんでそんなマニアックなとこ来るんですか、うん、あ、なんで、そんな持ってきたんですか、これも難しい、覚えてます。俺ベースか、でもね、聞きやすい、ちょっと下がってますね。ちょっと僕らは光が出てきている、涙を拭うやる柔らかな指と、風に迎える足の優しさを満たせる心を持っている、さあ歩いて行きなさい、
時も過ぎてゆくこと、それでも人が生きてゆくのはどんな時でも過ぎてゆくから、お経ソングですよ。うわうわうわ、やばいな、どうだっけ。これ、しかもね、裏面に確かついてあります。
しぼけばそれぞれなんだいろいろが気づくよいくらなんかさも許せここで飛ぶよ目が覚めた枕の上を歩き出した恐ろしくここで止まるよなんだなんだ敵の中に消えたえ途中からなんかお経になってましたけどこれはもうお経ソングですか、ね、でもお経になってますよ、ね、お経ソングは分かんないですけどお経になってるんですよ途中からいやお経入ってましたよね歌じゃなかったですね修行してたんですよ、うん、お風呂みたいに言ってましたね大丈夫ですよこれ多分そういう曲いや違うと思いますよ違うと思いますよいや歌ですよいやなんかほらあのカウントダウンやってるやつは許してくれみたいなああなんか祈ってくれてるんだ徳さんなんかさ世の中は間違ってることあるけどみたいな、なんかそういう曲じゃないですか。確かに確かに。じゃあそこから来てるんですか祈りも含めて。確かに徳永さんもね、お経を朝唱えてるって言ってますもんね。そう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 じゃあそういうことですかこいつらのことを許せって言うんですかマジでどっちよどっちよ。だってお経してたもんですよ、途中から。歌じゃないですもん。ね。よいしょ。これね。なかなか面白いですね。いや、面白い。だって、何でも弾けるんですもん。すごいな。何でも弾けちゃう。自分でコピーしたやつもね。すごすぎる。すごいわ。いや、徳さんの曲こんだけやれたら、最高ですよね。すごい。気持ちよすぎます。だ全曲になったらすごいと思うんだよな。いや、すごい。うん、いや、半端じゃないっすよ、本当に。ねえ。全曲集。本、あの、楽譜出してくださいね。ねえ。本村監修。確かに。監修。うんうんうん。確かに。これなんすか？あ、ラム。だからボスにはいいんですよねあ、これなんて言ってるのかっていう徳さんの曲でここの部分なんて言ってるんだろうって曲いっぱいあるじゃないですかありますあります